皆さんこんにちは。今私はシンガポールのチャンギ国際空港に来ておりまして、これからですねシンガポール航空に乗ります。でシンガポール航空での行き先はオーストラリアのシドニー、まあ、シドニーは最終目的地ではなくもう一回そこからどっか行くんですけども、今回はシンガポール航空でシンガポールシドニーというのをお伝えします。今がですねシンガポール時間で12時になってまして、フライトは20時なんですよ。8時、シンガポール航空は一応24時間前からチェックインができるんですよね。で荷物の預けもできて、空港自体が24時間なんで中入れるんですよ。でラウンジでゆっくりしてていいですよとかもできるようにはなっているんですね。ただ私は今チェックインをしまして、一度シンガポールの街に出ようと思ってます。シンガポールのお金は持ってないんですけども、地下鉄はですねクレジットカード、ビザとかマスターのタッチするので乗れるらしいんで、それで一回街に出て、まあ有名どこだけチラッと見てこようかなと思っております。昨日ですねちょうど12時間前、真夜中12時にインドネシアのジャカルタからこちら着きまして、空港泊をして朝ラウンジ、まあ外にラウンジがあるんですけど、そこでシャワーをしてやっと今ここに来たっていうところなんですよ。疲れているんですけども、これからチェックインするんですけども、スターアライアンスゴールド持ってますので、そういうのが使えるのかなっていうのもちょっと見つつ行きましょう。チャンギ国際空港の第3ターミナルなんですけども、すごいですよね。本当に綺麗。いやーすごいなチャンギって思ってます。本当にすごい。で、まあ、これが出発の時刻表なんですけども、私が乗りますのが、この辺なんですよね。これか、20時20分シドニーの SQ221 っていうのになってます。シンガポール航空のファーストクラス、ビジネスクラスが6番ってなってて、今、あ、来た来た、スターアライアンスゴールドとプレエコーは7番ってなってましたね。ということで、向こう側ですね、あっちの結構端の方かな、7番ですね、来たんですけど、これもキオスク？これかこれか。プレミアムエコノミー、クリスフライヤーエリート、スターアライアンスゴールドはこれで、でもとりあえずこれやるのかな。まあ一回聞いてみよう。そのままなんかいろいろやってもらえるんだったらそっちの方楽ですからね。なんか大丈夫そうですね。ではチェックインはもうすぐ終わりました。やっぱスターアライアンスゴールドのところなので慣れてる方がいて、ただ新人さんの教育しながらだったんで、まあ、ちょっとあれこれどうやんのどうやんのみたいなだったんですけど、私しかいなかったんで、いいよゆっくりでいいよっていう感じでやってきました。最初シドニー行くよって伝えたら、シドニーって言われて、いつの飛行機みたいな、ね、もう夜中って言ったら、オッケーオッケー、まあ、チェックインはできるからいいよっていうのでやってもらってます。ではこれからは街に出ましょう。ここが出国のゲートになってますので、ここから行くんですけども、一度動画はここで止まります。で、夜になると思います。はい、では先ほどですねチェックインして街行ってきますねってなってから4時間半くらい経ちました。で今からですね出国します。ジュエルとか行ってもう少し遊んでもいいんですけども、もうねヘトヘトなんです。結構、まあ、汗もいっぱいかきましたからね、シャワーしたいですし、で中に入ってまたちょっといろいろ見たいのもありますからね、ラウンジ使いますし、いろいろ見たりとかもできますし、この前1回来たんですけども、その時1時間しかなくて、本当ラウンジ行って楽さ食べてもうすぐ飛行機みたいな感じになってしまったんで、今回はこの中のところをもうちょっと見てみましょう。まあ、ジュエルに関しては、まあ、また来ればいいやくらいなので、中に入ってみます。行きましょう。では出国をしました。今本当出国だけですね、このパスポートを読み取りしたりだけで出国が終わったんですけども、荷物の確認はしてないです。
ドリンクの確認とかはここではないんですよね。もう一個あの飛行機乗る直前にゲートがあって、そこで荷物の確認とかがありますので、一応ここまではドリンク持ち込みできます。ただそれ以降は、飛行機乗る直前ではできなくなるので気をつけてください。で、よく出てくるルイ・ヴィトンがここにありました。チャンギにプレタマンジュあるんですね。これ北欧のお店会社なんですけども、結構ね健康志向のお店なんですよね。サンドイッチとかもね美味しいんで、こういうとこ結構私使ってます。おすすめですねここ。私が乗るのがこの20時20分シドニーなんですが、ゲートはまだ決まってないですね。4時半にもう一回チェックしてってなってます。4時半でももう4時半になるからもうすぐ決まるのかな。でもまあ変わる可能性もあるし、まだ20時の飛行機のねここでチェックしなくてもいいのでゆっくりしましょう。スカイトレインをちょっと乗りに来ました。というのもこのターミナル3からターミナル2に行くのが、わかりますかね、これジュエルのところ通るんですよ。あの滝のところを横通ってくれるんですよね、このターミナル3からターミナル2に行くのが。なのでそれだけ一回遊んできます。バタフライガーデンですね。みんな上にいるから全く分かんないですけど、なんかついてましたバタフライガーデンの洗礼を受けてます。それではアンバサダートランジットラウンジ、ここがですねプライオリティパスとビザとかマスターはこれプラチナとか持ってる人ってことですかね、扱えるようになってますので、こちら行きましょう。でなんかねシールを貼られて、そのなんか分かるようになんでしょうけどね、何を書いてるかがいまいち分かんないですが、これで入れるってなってるみたいです。フルー、まあ、オレンジというかみかんみたいなのがありますね。こっちにトーストとかがあってですね、お菓子、あとはチキンホーフン、オーダーするのかなと、炒め物、野菜と照り焼きチキン、フィッシュフィレ、チキンバンドール、チーワーコールスロー、キムチがある、すごい、と野菜類とドリンクがあります。チーズサンドイッチなんてのもありますね。ではこんな感じでいただいてきました。結構ねいろんなエリアの食事を取ってきてみました。で米があったんです。米はねタイ米みたいなパラパラした米ですね。いただきましょう。次はチキンスープみたいなのをいただいてきました。ヌードルではなさそうなんですよね、うん、あ、米粉は入ってますね。チキンヌードルですね。いただきましょう。シャワーにやってまいりました。他のラウンジも後で行くんでそっちでも良かったんですけども、とりあえずもう汗かいたのをね着替えたいっていうのがありますのでシャワー借りてます。これ貼られたのがねちょっとね誤算でした。でこちらはですね、まあ水道、あ、歯ブラシとかはないのかな。ないですね、歯ブラシとかないな。で
シャンプーとかと、シャワーが、まあ、普通のだとはメインシャワーにタオルがありますね。はい、シャワーもしてきました。気持ちよかった、生き返ったってなったんですけど、 T シャツはそのままなんですよ。これが嫌、 T シャツそのままが嫌ですね。次はこちらのマルハバラウンジ行ってみましょうか。あ、マルハバラウンジ入りました。ここは横長のラウンジですね。あそこがもう一番奥になってます。でこちらがコーヒーですね。フレーバーウォーターみたいな、リンゴですね、今用意してます。でドリンク、あ、アルコールもあるんだ。シーバス12円とかすごいですね、ちゃんと置いてあって。でビールも飲めるんですね。でワインもあってですね、シュークとかいろいろあります。グラスもあってすごいですね、オレンジ、アップル、もう好きなだけ飲んでってなってますね。サンド、ケーキ類、あ、日本でいうフルーツポンチ的な感じですね。いろんな果物があってすごいですね、チーズ、カマンベールまんま置いてあります。これすごい。と野菜もいっぱいあり、パンと、あ、スープか、今日はクリーミーパンプキンスープ、ジャパニーズクリアスープ、味噌汁なんだろう、わからない。とまた野菜と、あとはちょっとメインになるようなのがこっち側ですかね。野菜と、これは魚かな、でパスタ、お肉などと、米もあって、ここはシーズナルホールフルーツって感じですね。でコーヒーは向こうと多分同じだと思います。でこんな感じです。でこのレストルームの奥にシャワーありますよって、中にタオルとかあるよっては言われてます。タオルはここから取るみたいです。で1個もらって、この中がシャワーですね。でここはトイレがありますね。で、普通のシャワーとレインシャワーもありまして、でも歯ブラシはここもないのかな、プライオリティパスで入れるとこは歯ブラシないのかな、歯ブラシ欲しかったんだけどな。はい、と今はシャワーしてなくて、この T シャツだけ買いたかったんですよ。なのでまあシャワールーム一回借りていいですかって話をしてました。でこれ買えたんで一回食事ちょっといただきましょう。野菜とチーズいただいてきました。ここがですね結構いい感じで、外に飛行機見えるんですよ。これは737かなと380とですね、見える素敵なラウンジです。これかシドニー、あ、 A の5ゲートになったみたいですね。もうちょっと余裕があるんでラウンジもう一個行ってみましょうか。ではシンガポール航空のラウンジこちらありますので行ってみましょう。このエスカレーター、あ、もうこれか、シルバークリスラウンジ、これでいいはずです。今エスカレーター上がってすぐのとこのラウンジは、あのシンガポール航空のちゃんとビジネスとファースト乗る人用のラウンジだったみたいで、こっち側に歩いてったところのラウンジはスターアライアンスゴールド OK だよっていうので今教えてもらいまして向かってます。あとこちらですね、 SATS プレミアラウンジ、 SATS って読むのかな、ここもプライオリティパス使えるんですけども、シンガポール航空の方とりあえず行きましょう。で今日は多分そこでもう時間が終わりですね。あ、これですね、クリスフライヤーゴールド、こちらに行きます。ではラウンジ入ってまいりまして、コーヒー類と、こっちがアルコールですね、ワイン、ビール、コーラとかあります。ナッツ、チップス、あ、チーズもある。で、すごいなんか下が巻き寿司があって、ケーキ、サンドイッチ、ね、ここはまあ強めのお酒もあります。食事、あ、
ラクサ、ラクサヌードルがあって、これでラクサを作ってくださいかですね。エッグ、あ、ラクサコンディメント、カレービーフンね、スパゲッティボロネーゼ、シューマイもあります。こっちもかな、これはない、あ、入ってますね、これもない、パチパチ、これが下の段入ってるのかな、よっ、よいしょ、ありますね、チキンシューマイかな、とマッシュルームスープがあります、とマフィンとかもありますね。ではシンガポール航空で本日のラウンジは最後になります。でも結構もらってきましたね、なんかシューマイとかと、チキンマンと、まあラクサは絶対ですよね、とスプライトといただいてきました。それではラウンジ出てまいりました。もう何食食べましたかね、今日この空港入ってから本当お腹いっぱいです ね、すぐに機内食出るんだろうなと思うんですけども、とりあえずラウンジで食べられるもの、美味しいものはいっぱいいただいてきました。ではこの後も飛行機乗るんですけども、チャンギはこの後に荷物検査ありまして、ドリンクとか持ってるとそこで募集されます。で今はですね A の5番ゲートまでまずは歩いていきましょう。めちゃくちゃでかい馬車コーヒーの向かい側ですね、こちらが A の1から A の8ゲートとなっておりまして、 A の5ゲートも多分もうゲートとしてはありますか、ありますね、SQ221 のシドニー行きありますので、このまま行きましょうか。では A の5ゲートでもうねすごい並んでるんですよ。これから乗りますのが A380 です。ほぼ満席です。あのシートを確認するやつで見たらファーストクラスが1個空いてたぐらいでほぼ埋まってました。それがこれから一気に乗り始めるってことですね。すごいね、かなり待ちますね。ファーストビジネス行って、で今プレミアムエコノミー行ってます。でそこでスターアライアンスゴールド行けるかと思ったらまだって言われまして、もうちょっと待ってなさいっていうのでちょっと弾かれちゃいました。でどのタイミングなのかがいまいちわからないです。なんかね、日本だと、ね、全部その今ボーディンググループナンバーみたいなの出してくれるんですけど、そういうのがないんで、このいまいちね分かんない、難しい。保安検査、荷物検査を抜けるとこの水のサーバーがあるんですよ。なのでドリンクは持ってこれないんですけど、空のペットボトルを持ってくるとこれ入れられます。でそれを飛行機に持ち込めば OK なので、空のボトルを持ってきた方がいいですね。シンガポールでは空のボトルを1個持ってきて自分で水を汲んで飛行機に乗る、その流れをちゃんとねやっといた方がいいと思います。とりあえずゲートはくぐりました。なんかレーンが違かったのか、もうすでにねあのグループ5って言われて、あれってなってたんですけど、うん、まあまあいいや、どっちにしろ変わんないですかね、そんなにね。グレーエコとかとは違くて、エコノミークラスの今日は 75A になってます。座席なんですけども、私が来た時に私の席にはおばあちゃんが座ってまして、隣の方たちが、家族だから一緒でいいかって言ってきたんで完全に断りました。絶対嫌だって言って、おばあちゃんを元の席に戻してます。ここは私が指定した席なので
窓側がいいっていうので指定してるのに、なんで座ってんだよって話をして、で完全に移動してもらってます。75の A はかなり後ろの方ですね。で足元に一応荷物置きっぱにしてます。本当は上の方が良かったんですけども、最初の人たちが乗ってたんで、もうそのまま入っちゃいました。で、ですね、いろいろ入ってます。ここ後で見ます。でモニターがあって、 USB と、ライトとかですね。でドリンクホルダー、テーブル、あでシンガポール航空なんで鏡ついてますね。ここ開きます。でコンセントはこの前のとこですね。これは A350 とか787とか同じような作りってことですね。 A380 はこの横のとこがね、結構幅広いんですよ、機体の作りとして。なのでまあ私もですけど、前の人も枕横に置いてるんですよね。今その前の前の人とかもみんなね、このね横のところ、ここが広いんで、これね窓側の方がねゆったりできるんですよ。でここはねいいシートなんです。ただこっちですね、この窓を見るのはちょっと遠いってなってしまうんで、まあここもね厚さが結構あるんで、なかなかね外を見るっていうのが綺麗にはできないんですよね。なのでもうビジネスクラスとかそんくらいのシートじゃないとね、ちゃんと外はね綺麗に見にくいですかね。もうやっぱりここの距離もあるのでなかなか難しいです。今日のフライトはこんな感じですね。でシンガポールからまあ大体スラバヤですね、インドネシアの東の方を通ってバリーのあたりかなですね、デンパサルって今出たんで、その上を通ってオーストラリアの、まあ、ほぼ真ん中を突っ切るっていう感じになるんでしょうね。あ、エアーズロックは見えはしないのかな。一応ねウルルエアーズロックがありました。で時間的には6時間40分を予定してるってので、今機長からのアナウンス入ってましたね。で時差は2時間あります。で距離が6585キロだそうです。 A380 ほぼ満員のフライトなので、やっぱ搭乗に時間かかってますね。なんだかんだもうちょっとですかね。一応ねまだ予定の20時20分にはなってはいないんですけど、あとまあでも 1,2 分くらいかなってところなんですが、ドア閉まりましたみたいなのも出てこないんで、もうちょっとね時間かかるかもしれないです。やっと動き出しました。今で10分遅れですね。8時半に動き出しました。やっぱ外は夜なんでなかなか撮るのは難しそうですね。Locate your nearest exit, which may be behind you. Count the rows of seats to the closest exit in front and behind you.In the unlikely event of an emergency, or when you hear the command, brace.
ワースピードもまだ上がってるっていう感じです。で多分もうすぐに機内食が来るんでしょうね。 CA さんが結構バタバタ動き始めてます。機内食が来まして、今はチキンとフィッシュとって言われてとりあえず魚にしました。なんでしょう、なんかチリコンカーンみたいなのとほうれん草ソースとかなのかな、パッと見そんな感じですね。で蒸し鶏と、枝豆とコーンとパン、クラッカーとチェダーチーズかながあります。これは予想通りのトマトにですね、豆とトマト、あとジャガイモがちょっと入ってました。このソースはね難しいですね。何味なんだろう。そしてあんまり美味しくはないですね。でこれはドレッシングとかはないのでほぼそのまんまちょっと塩してあるぐらいの味ですね。でまあパンは、ね、温めてたりはしないです。まあそのまんまでバターつけて食べてくださいな感じですかね。では食事も終わって今食後のコーヒーをいただいてます。位置的にはインドネシアとオーストラリアのちょうど中間くらいまで来たかなっていうところですね。4時間23分ですね。シドニーまでまだ結構時間かかりますので一度ここで寝ようかと思います。シドニーの時間は今はもう1時半になりますからね、この辺でちょっと寝ておかないと到着が5時45分で、まあ、6時くらいに着いてってなるとそこから一気に動かないといけないのでここで寝ようと思います。おはようございます。先ほどから大体3時間ぐらい経ちまして今朝食が配られました。フルーツ、ヨーグルト、マーフィンですかね。あとはオレンジジュースいただいてます。でシドニーまでがあと1時間20分くらい。でこの対地速度がね今1144キロになりましたね。たださっきが1155キロってなってまして多分私の人生の中で最も速い飛行機に今乗ってます。追い風が251キロなんでその風に乗って今めちゃめちゃ速いです。こんなに速い飛行機は初めて乗ってます。今日のフライトのルートだけ最後ちょっとお伝えしておきます。とりあえずシンガポールから出ましたね。でインドネシアを突っ切ってポートヘドランドっていうところを過ぎてます。でここでねなんかよくわかんないですけど一回折り返してるんですよね。なんかなんですかね全然わかんないですけどこの辺が寝てたんで何もわかんないですし真っ暗なんでどういうルートになってたのか今これ見たらちょっと折り返ししてありました。不思議なルートですね。今がちょうどアデレーダをアデレードを過ぎたところですね。でここからで1時間でシドニーってなってます。まあ、これを見るとまあメルボルンに行くのも大体ここから1時間ぐらいっていう感じでしょうね。多分これが1時間くらいのそんなルートになるのかと思います。今は、こちらの時間で4時くらいなんですけども外はまだまだ暗いですね。全然光が見える感じはないので外を見ても何もわからないです。このオーストラリアの雄大な自然が見れればなと思ってたんですけれども今のところ何もない真っ暗な飛行機の中にいるっていうだけになってますね。一応トイレ来てみました。一応歯ブラシとクシ、あ、まあまあ女性用のあれですねとかが多分ここティッシュとかもあったんでしょうけどもうなくなっちゃってっていう感じで、なので歯ブラシあるんですね。エコノミーですけど歯ブラシあるみたいです。あと姿見もあります。
今私がいるのが一番後ろのエリアになってまして、ここもねほぼ満席で、でこの一番後ろにトイレがあります。で階段ですね、これ上はね多分行くと怒られるんで行かないってか行けないとこですね。上がビジネスクラスとかになっています。ではシート戻りましょう。オーストラリアは入国カードが必要なんですって。なのでこちらを記入しましょう。なんか久しぶりに入国カード書きますね。東南アジアはだいたいなかったですからね。まあシンガポールはあのオンラインで、ね、チェックしてくださいみたいなのがありましたが、入国カードは本当久しぶりです。まもなくシドニーに到着いたします。で今マップを見てましたらニュージーランドって結構遠いですね。その距離あるんですね。なんかもうちょっと近いイメージを勝手に持ってましたが、多分飛行機でも 3,4 時間かかるんじゃないですかね。それぐらいの距離だと思います。着陸体制には入ってはいるんですが、外はまだ真っ暗ですね。街の明かりがちょっと見え始めたかなっていうくらいになってます。日の出までは結構時間ありそうですね。明るくなる兆候がないので多分真っ暗のまま着陸すると思います。ではシドニー着きました、今この後ろの方でみんなバッグを開けてジャンバー出してます。結構ね寒くはないけど、長袖であれば大丈夫かなぐらいの気温にはなってますかね。もしかしたらちょっと暖房入ってるのかな、なんか、ね、今ちょっと暖かい風が来たので暖房入ってるかもしれません。なんかね、パスポートを読み取る機械がありまして、これをやっとくと入国がすぐなんか自動化ゲートみたいに行けるのかな。とりあえずやっときましょう。みんな並んでるからこっちやってたんですけど、この曲がったところにもいっぱいありましたね。誰もこっち来てないんだけど、こっち来たら早そうでしたね。今ですね、この入国カードと同じような質問が出てきまして、それをやっていくと、このチケットが出てきまして、これを持って進んでくださいってことみたいですね。今の登録しとくと、ここの入国のやっぱりラインが違うみたいですね。自動化ゲートみたいなのがありまして、このチケットを挿したら終わりでした。あの入国カード書く必要なかったですね。このカードを挿してカメラで写真バッて撮られて終わり、それだけでしたね。はい、それではシドニーですね。オーストラリアに完全に入国しまして、今私はオーストラリアに入ってます。で今荷物も受け取りしまして、この荷物受け取った後にあの入国カードみたいなあの検疫とかの書いてたんですけども、それを渡して、もう何日いんのって言われて、今日だけみたいな、なんで、いやトランジットだからさみたいな話をしてきました。ということで私これからデパーチャーに行きます。よいしょ。で、今日の動画としましては、
シンガポール航空で24時間前からチェックインできますよって話をして、大体何8時間前かなにチェックインして、まあ、一瞬街に出ましたっていうのと、あとラウンジいろいろ使って遊んで、A380 で来ましたけども真っ暗だったから外全くわからないっていう感じで、シドニーまで来たという動画でございました。では、この辺で1回終わって次のチェックインをしないといけないんですよね。結構ね時間がギリギリな感じで撮ってあるのでここでこの動画を終わりにします。ただいま。